皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの高田美穂子です。大人の生き方マガジンモックでは、和塾の代表でいらっしゃり、根津さんでおなじみ、小奈木善光先生をお招きしまして、大人のための修身入門をお送りいたします。小奈木先生、今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、小奈木先生、はい、今回は戦前の尋常小学校3年生の修身教科書の一節から学ばせていただきたいと思います。はい、テーマは、国旗。国の旗の国旗です。テレビや新聞で報じられる中に、教育の場で教師が国旗掲揚を拒否して裁判に至るという問題が時々起きてますよね。あの事件、どんなふうにご覧になってますか？国旗というものをそもそも何だか分かっていないということと、はい、国旗というものの大切さを教育の場で子どもたちにきちんと教えないという、はい、これはもうあの戦後の日本の教育がどうのこうのという以前に、はい、国家っていうもの、国家意識っていうものをきちんと教育していない、これものすごく重大な問題だと思います。例えばあのよその国の方をお招きしたり、あるいはよその国の人たちの、まあ、要するに外国人のパーティーかなんかの席に行って、でそこであのその国の国歌が歌われるケースがありますよね。で国旗がその国の国旗が掲揚されて、その国の国歌が歌われる、意外とそういう場っていうのはあるんですよね。まあ、オリンピックの表彰式なんかがその典型ですけども、表彰式ならずともいろんなケースがあります、でその時に座ったまんま、ワイングラス片手に、こんなになって、ああ国旗歌ってら、国旗が上がってら、ああ歌歌ってら、ってやっていたら、あの悪いけど、撃ち殺されますよ、国によっては。それぐらい国旗っていうのは、あの国旗国家というのは大切にされているものなんです。あの本当に失礼極まりない。だからもう、それだけでビジネスの話が 99% うまくいっていたとしても、あいつは我が国の国旗に敬意を払わなかった、俺の国の国家斉唱の時に、あいつは直立不動の姿勢を取らなかった、もう二度と相手にしないってやられるけど、すごく多い、特にあの、日本の場合にはまあ四方を海に囲まれていて、なんとなくその海に囲まれた日本列島の中に住んでる人は、まあ、みんな日本人で、みんな仲良くてっていう感じではいるんですけれども、ところがやっぱり大陸の場合ですと陸続きですから、もう国境が違って民族性が違うと、もう本当にもうその国境一本越えていった瞬間に人間扱いしてもらえないっていう、自分たちは人間である、人である、人としてのちゃんと権利があるんだって、ということをきちんと主張するために、自分たちと同じ考え方の人たちで国境を作って国家っていうものを形成しているわけです。なるほど。その象徴が国旗なんです。みんなの心をこう一つにするための、一つにするための象徴であり、みんなの心が一つになったことのまた象徴でもある。それだけ大事です。意味合いがだいぶ違うんですね、やっぱり。だからそれに対してあの例えばオリンピックの、表彰式で、表彰台で国歌が演奏されて、国旗がこう粛々と上がっていきますよね、その時にちゃんとテレビカメラが映してたら分かりますけど、やっぱり、ロシアの選手でもアメリカの選手団でも金メダル取って国歌がかかれば、アメリカの応援団、みんな立ちますよ。ちゃんとこう口を上げて歌ってますよね、結構外国の選手って。サッカーとかの選手でもそうなんですけど、ちょっと日本人の選手あれ本当に歌ってるっていう選手もたまにちょっと見受けられたりしますよね。ありますね、本当に情けないっていうか、国際社会においての常識を失ってしまうってことだから、これはあの本当におろそかにしちゃいけないことだと思います。日本人が国際社会の中で何のビジネスもしませんと、日本人は日本国内で農業だけやって暮らしてますと言うんだったらば、それは別にどうでもいいですけれども、そうではない。昔あの旗火によくこう国旗掲揚してましたよね、その家庭各その普通のお家でも、でもそれがほとんど最近見られなくなりましたよね。国民国家っていうんですけれども、国民のための国家なんですね。国民一人一人の集合体が国家という認識っていうのが、これが国民国家という認識です。国民国家、だから昔の人たちが、旗火になると、その国旗をそれぞれの家が掲揚していたっていうのは、俺たちの国なんだとっていう思いが強かったからなんですね。だからそれがこう戦後は国民主権と言いながら、その日本の国旗をどこのうちも上げようとしたいということは、誰が主権者なの、主権者意識あるのっていう、
もうだんだんそういう気持ちがこう薄れてしまってるんでしょうね今、はい、形式として国旗を掲げる掲げない以上に大切なことは、うんうん、国旗っていうことはそれだけ世界中の諸国で、ね、はい、ものすごく大切にされているものなんだという、このことはぜひ皆さんにも学んでいただきたいなというふうに思います、はい、では小成先生、はい、ここで朗読をさせていただきたいと思いますが、はい、よろしいですか、はいはい、今回尋常小学校3年生の教科書から読ませていただきます。尋常小学就寝書巻3国旗。今日は明治節です。どの家にも日の丸の旗が朝風に勢いよく翻っています。この村には元祝日に日の丸の旗の立たない家もあったそうです。それが今から10年ほど前に村中相談してどの家でも日の丸の旗を作りました。そうしていつもは渋引きの袋の上に旗を立てる日を書いて神棚の下にかけておくことにしました。それからはこの村には祝日や祭日に旗の立たない家は一軒もなくなったということです。どの国にもその国の印の旗があります。これを国旗と言います。日の丸の旗は日本の国旗です。我が国の祝日や祭日には学校でも家々でも国旗を立てます。これは国民が祝日にはお祝いの心持ちを表し、祭日には慎みの心持ちを表すためです。日本の船が外国の港に泊まるときには日の丸の旗を立てます。また国々の運動選手が集まって競技をするときにも、日本の選手が勝つと君が代の総額とともに日の丸の旗が高く上げられます。こういうときに勇ましい日の丸の旗を見上げると、日本人の胸は国を愛する心でいっぱいになり、思わず涙が出ます。日の丸の旗は日本の印ですから、私たち日本人は誰でもこれを大切にします。それと同じように外国の人も自分の国の国旗を大切にします。私たちは外国の国旗にも礼儀を失わないように心がけましょう。はい、ありがとうございます。ね、外国の国旗にも礼節を失わないようにってちゃんと書いてあるでしょ、はい、それぐらい大切なことなんです。で、初めのところで明治節っていうのができましたけど、はい、これはあの明治天皇のお誕生日ですね、11月3日のことを言います、はい、で、どこの家でも冒頭のところの文章ですけど、はい、日の丸の旗を作りましたとか言ってます、うん、本当ですね。私も読んでて、はい、と思いました。買いましたじゃないんです、ね、作るんですね、はい、自分家で作ったんです。そうだったんですね、はい、で自分の家で作った国旗をこう高々と掲げていた、はい、お手製だったんですね。そうです、はい、すごいですね。ちゃんとあの寸法とかね、はい、それから、丸の割合なんかも決まっていました、うん、決まってるんですか、はい、それをこうちゃんとみんなで、はい、やっていた、うん、これも素晴らしいことだと思いますね。で、普段は、はい、畳んで渋引きの袋に入れている、うん、渋引きの袋っていうのは実はあの、うん、袋に柿渋を染み込ませた袋なんです。あ、柿の渋、はいはいはい、で柿の渋のエキスを発酵させたものなんですけども、これはあの虫除けになるんですね、はい、なんか聞いたことあります、はいはい、でその虫除けの袋に入れておくことによって、はい、虫食いにならないように。そっか、はい、そんなに気使ってるんですね。記念日だからといってね、紐をパーッと投げたら、はい、虫食い食ってました、ね、それはちょっと悲しいですもんね。それだけやっぱ大切にしていたってことが、この渋引きの袋っていう言葉の中にちゃんと分かるようになってます。ちなみにあのこの扇子もこれ柿渋を塗ったものなんですね、はい、いろんなものがあるんですけど、渋を塗ることによって、はい、あの丈夫になるように、うん、はい、それからあの渋扇といいますけど、はい、柿渋を塗った扇子、はい、虫がつかないそういう効果があるんですね。それからあの文章の中にありましたけども、うん、はい、祝日と祭日、はい、祝日にはお祝いの心持ちを表し、うん、はい、祭日には慎みの心持ちを表しますってあったでしょ、うんうん、祝日と祭日違うんですよ。違うんですね一緒だと思ってました、ね、てっきり、はい、祝日っていうのは、はい、国の歴史的な出来事、うん、国の歴史的な出来事、出来事あるいは功績のあった、うん、人物を称えようというの、うんうん、はい、それに対して祭日っていうのは、うん、国家的な祭祀ですから、うんうん、基本的にご皇族の、うん、ご皇室の儀式や祭祀が行われる日ということになります、はい、だから祭日と祝日って実は違う。祝日が私たちが普段このカレンダー見て、あ、今日は子供の日だねとか敬老の日だねって全部祝日であって、はい、祭日って
っていうのはさっき尾投先生がおっしゃったそのなんとか節っていう日が祭日なんですね。祭りの日と書いて祭日なんですよね、はい、戦後ですね、GHQ によってこの祭日について名前を変えられまして、例えば紀元節っていうのは日本が誕生した、日本のお誕生日なんですね、2月11日日本のお誕生日、この日本のお誕生日が紀元節という名前だったんですけども、それが戦後、建国記念日というふうに名前が変えられています、そっちの名前は馴染みがありますそれから、勤労感謝の日というのが11月にあるんですけども、この勤労感謝の日というのはもともとはですね、お百姓さんたちが一生懸命働いて、今年のお米を作ってくれた、新しいお米ができました、だからそのお米を天照大神様 に捧げて、天照大神様と、陛下天皇陛下がご一緒にそれを召し上がっていただく、こういうもともとは神事の日だったんです、で、これを新嘗祭と言うんですけども、ところがそれは結局はその農家の皆さんが一生懸命働いてお米作ってくれたから、作ってくださったからなんだから、だから働いてできたものなんだから、じゃあ勤労感謝の日って名前変えようってことになって、そういうふうに変わっていったんですね。もともとは新嘗祭という名称で復活したかったんです、ところがいろいろやっぱり干渉があって、で、そのままの状態では復活できないということになって、で、勤労感謝の日というふうに名前を変えて、で、今存続している。いや、祝日と祭日の違いを全く今まで意識したことなかったです ね、そうなんですよね。初めて知りました。そうなんですね、先生、そして私たちが今当たり前のようにその日の丸、日本の、国旗というのはもちろんこう普段認識していますけれども、その国旗を形容するようになったのはいつ頃からなんですか？国旗形容というのもその日の丸そのものの歴史なんですけども、よく日の丸反対論者の人たちというのは、これは戦争の旗だというような、要するにさっきの大戦ですよね、昭和16年から昭和20年まで、のことをおっしゃるんですけども、日の丸の旗そのものは、例えば武田信玄というのは日の丸の旗を立てて戦ってるんです、だから源義経が、弁慶と五条大橋だったかな、京都の、そこでこう、弁慶と戦った時に、牛若丸といった、若き日の義経がですね、欄干から欄干にこう、弁慶の槍でこうパンパンとやってくるのを、ひらーりと飛んだ、この時に手に持っていたのが日の丸の扇子、あれ日の丸だったんですね、それから那須与一が、扇の扇の的を打ち抜いた、この時の扇も日の丸の扇子になります。だから日の丸っていうのは非常、日輪とかね、そういうっていう言い方もありますけど、もともと非常にこう歴史が古い、今現存しているものとしては最古のものが甲斐武田家の、三旗と呼ばれている日の丸のお国旗ですね。それが一番古いんですね、現存しているものとしてはね。おそらくそれよりももっと前から、日輪、日の丸というものがこれが我が国の代表する旗というふうに使われていたであろうというふうに言われています、で、基本的に昔はですね、国際貿易をするのは全部船だったわけですよね、そうですね、その船が、例えば外国の船がやってきた、その時に俺たちは民国の船なんだよ、新国の船なんだよ、あるいはスペインの船なんだよっていうことを明確に示すために、スペインの船であればスペインの旗をちゃん、国旗をちゃんと掲げる、で、ポルトガルの船であればポルトガルの旗を掲げる、あるいは日本の船が外国に行けば同じように日本の旗をちゃんと掲げる、それによって、あれはどこそこの国の船だっていうことがちゃんと分かるようにしていった、で、ちゃんと分かるようにするということは、その国旗を掲げて入ってきた船の船員たちが現地で悪さをすれば、もうあの国はっていうふうに言われてしまうわけです、だからみんなやっぱり誇りを持って、現地で乱暴論責を働かないようにという牽制にもなっていく、その船員たちがその国、よその国で犯したいろんな問題っていうものがあるとするならば、その問題に関しては全部国が責任を負わなくちゃいけないっていうのが国家っていうものに対する考え方なんです。なるほど。そのもともと日本のその日の丸は、なぜあの日の丸なんですか？いくつか説があります、まず我が国の神話に登場する一番初めの神様というのが、雨の水上主の神というんですけども、雨の水上主、ど真ん中の神
あー雨の田舎の人、これまさに日の丸総合です。そうなんですね、はい、それから天照大神様という説、はい、これはあのまさに日輪が、はい、太陽ですね、太陽ですよね、はい、天天で地上を照らしてくれる、はい、偉大な神様、はいはい、まさにこれがその天照大神様の象徴だという説もあります。だからそういう意味からすると、まあ、おそらく神話の時代から我が国のこの日の丸ってずっと続いてる。私もその太陽だと思ってました、ずっと日の丸っていうのは、はい、ちなみにあの太陽というものを赤丸で書くのは日本人だけだそうですね、あのちっちゃい子供さんでも、はい、あの太陽を書くときにこうぐるぐるぐるって書くんですけども、はい、それはあの日本人の子供は赤で書く、はい、あのオレンジ色でやったりとかですね、なるほど、はい、白を塗ったりとか、確かに私たち日の丸見てるから赤で塗っても違和感がないけれど、普通は違和感あるかもしれませんね、他の国だったらね、はい、いやすごく歴史があるんですね先生、日の丸っていうのは、はい、と今こう画面出していただいてると思うんですけども、これがですね、はい、島津藩が、琉球を攻めた時の船 の,、はい、の戦いね、うん、水軍同士の戦いなんですけども、はい、なんと琉球の船は堂々と日の丸を掲げてる、うんうんうん、へえ、我こそが日本の正当な、はい、王族であると言って日の丸を掲げてるんです。国違いましたよね当時、はい、へ、似たような話で、うん、信長が、はい、武田信玄 の,、うん、の軍勢と戦った時、はい、これも両軍とも、うん、我こそは源氏の棟梁であるということで、うん、はい、本陣に日の丸を掲げてるんです、はい、なるほど、はい、日本のリーダーだと、うーん、はい、つまり日の丸っていうのはもう戦国の昔からずっと日本そのものを象徴する、うんうん、で日の丸を背負うっていうことは、うん、日本という国を背負うという、うん、そういう意味を持っているというふうになっていた。で面白いのがですね、オリンピック、はい、で東京オリンピックの頃ってのは日本選手の取る金メダルってすごく多かったんです、はい、ところがその後、うん、日本選手の、うん、金メダル獲得数ってもうどん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 こう下がっていったんです、うん、はい、全く海外の選手に勝てなくなっちゃった、うん、それが最近すごいでしょ、はい、金メダルバンバン取るでしょ、うん、要するにこう衰退したスポーツをですね、はい、その国旗に対する愛情、うん、国っていうものを、それから国家っていうものに対する愛情っていうものを、うん、選手たちにこうきちんと教育をしていくということをスポーツ界で始めたんです、うん、先ほどおっしゃったように、はい、オリンピックの表彰式の時に、うん、外国の選手は自分の国の国歌が流れたらもうちゃんと口開けて歌ってる、うん、日本の選手が歌ってない、うん、これはさすがにまずいだろうと、うん、少なくともよその国に対する敬意というものを払うということは自国に対してもちゃんとそれなりの意識が必要だということで始まったんです、うん、そしたら金メダル獲得数がうなぎ登りなんです、はい、それに比例して、はい、あ、そうなんですね。だから国っていうものを背負っていくっていう、はい、うん、そういうことっていうのも実は人間を強くする、うん、あ、でもそれは分かりますね、はい、うん、人間っていうのは自分のためにって言ったら、うんうん、だらけちゃうもんなんですよ。そうですね、うん、お前自分のために勉強するんだよって言われたら、うん、だって俺別に勉強したってできないし、うんうん、思っちゃうじゃないですか、うん、ところが誰かのためにって思うときに、うん、例えば母親が子供のためにって思うときには、うん、まさに火事場のクソ力が出るわけです、うんうんうん、はい、なんかそれはすごくわかる気がしますね、はい、そのための国旗でもある、心がやっぱり燃えてきますよね、はい、もうすぐね2020年の東京オリンピック・パラリンピックが、ね、はい、開催されますけれども、まあ、ぜひ国旗と一緒に私たちのこの日本の代表選手を気持ちよく応援できる国でありたいですよね。当然ですよね、うん、はい、先生の日の丸に対する思いは、はい、まあ、熱いものがあると思いますけれども、はい、短くまとめるとどんな思いがありますか、日の丸に対して。これほど美しい旗はない、これほどシンプルで、これほど美しい旗はない、ね、うん、分かりやすいしね、誰でも描けるし、誰でも描ける、ね、はい、子供だって描けますもんね、はい、うん、それって素敵なことだと思いません、うん、小さな子供だって自分の国の国旗描ける。そうだからね先生、はい、私結構子供の頃は逆につまんないと思ったんですよ、なんで日本の国旗ってもこれだけなのってすごい簡単すぎてつまんないって思ってたんですけど、なんか大人になって良さがちょっと分かってきたんですよね。あ、これシンプルだからいいんだなというか、分かりやすい旗っていうのもすごく、はい、あ、これはこれですごくいいんだなって思えてきました。そこが実は日本文化の根幹なんです、うん、
根幹ですか。誰にでも分かるように、うん、ハードルがすごく低くしてあって、うん、誰でも入ることができるけども、うん、奥行きがすごく深い、うん、日の丸もその意義を考えていくと、うん、ものすごく深い、うん、青柳先生の日の丸へ の熱い情熱たくさん伺ってきました、はい、まだまだお話を伺いたいんですが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先生、次回のテーマは事前です、はい。小柳先生には引き続きよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。大人の生き方マガジン MOC、 大人のための就寝入門、次回もぜひお楽しみに。さようなら。